武田二十四将の最後、小部虎正、山形正景、秋山虎重、高坂正信、穴山信忠。皆さんこんにちは。世に名高い武田二十四将、信玄を支え戦国最強と言われた武田騎馬軍団を形作った武将たちですが、信玄を一将として数えているので実際には23人です。また信虎に取り立てられ、彼が育てた家臣も含みます。彼らの最後はどのようなものだったのでしょう。小部虎正、小部虎正、この人は信虎の時代からの優勝六人衆として武田家に仕え、譜代家老も務めています。信玄の嫡男義信の森役を務め、武田の赤備え隊を率いるなど戦場でも大いに活躍しました。第四次川中島合戦では虎正隊は本陣旗本衆の中核を任されていましたが、上杉軍の奇襲部隊が本陣にまで迫ってきます。敵の先手の第一軍柿崎景家の軍勢を追い崩し、取って返して苦戦中の武田軍を助け、次第に勢いを盛り返しました。しかし義信の森役だったことが仇となり、今川氏への対応をめぐって信玄義信が対立する中、義信を担いで謀反を企んだとの疑いをかけられ幽閉。永禄8年1565年10月15日そのまま自害させられます。永禄4年1561年の川中島合戦が最後の戦になりました。山形正景、虎正が自害し小武家は断絶しますが、150騎の侍大将だった弟の源四郎が断絶となっていた山形の家名を継ぎます。これにより源四郎は300騎の将となり、武田の重鎮四季に上り、山形三郎兵衛の城正景となりました。四季に上ったことからも分かるように、正景は戦ばかりではなく内政外交にも手腕を発揮します。会津の芦名氏や徳川家康との同盟交渉にあたり、家康家臣酒井忠次から盟約違反であろうとの抗議を受けた際には、長文の弁明状も送っており、筆も立ったようです。武田四天王の一人でもあり、甲状腺野戦ともに戦上手として知られた山形正景の誕生です。信玄の名のある合戦で正景の黒地に白桔梗の旗印が戦場にたなびく様は、敵将の大いに恐れるところでした。元亀3年1572年の信玄の西上作戦の途中で、織田徳川連合軍とまみえた三方ヶ原の戦い、この戦の様子を書いた三河物語の中で、徳川家康もさても恐ろしきは山形と慨嘆しています。この戦での山形隊の勇猛ぶりが頭に刻み込まれた家康、武田家滅亡後に正景が鍛え上げた将兵をそっくり召し抱え井伊直政に預け、徳川にも赤備えの一隊が誕生しました。天正3年1575年5月21日の長篠の合戦の2ヶ月前には高野山に登り、信玄の追善供養を頼んでいます。信玄の代でも勝頼の代でもたびたび別動隊を率いて出陣しており、主人から厚い信頼を受けていました。信玄没後2年を経た長篠の戦いで家康本陣へ襲いかかりますが、攻めきれずに退却、敗走するところを後ろからの追撃を受け討ち死にします。秋山虎重、虎重も山形正景と同じ天正3年に没しますが、こちらは戦死ではなく軽死です。元亀3年1573年12月の三方ヶ原の戦いの翌年3月、病を得た信玄は長篠城で会への帰還準備をしていました。その頃虎重は東美濃に向かい、
遠山景遠の未亡人で織田信長の叔母のお通夜の方が守る岩村城を攻略します。全城主の景遠は武田織田に挟まれどっちつかずの状態でしたが、信長の縁者お通夜の方を室に迎えてからはっきり軸足を織田に移していました。景遠との間に子供のできなかったお通夜の方のもとに、信長は自分の四男御坊丸、後の勝長を送り込みます。信長のあからさまな城乗っ取りの態度に反発した遠山一門や類大家臣の要請を受け、信玄が虎茂を使わしました。岩村城を攻略した虎茂は御坊丸を信玄のもとに送ります。信玄はこれを温かく迎え手厚くもてなしましたが、乗っ取り計画が頓挫し怒った信長、長篠合戦が終わるとすぐに織田信忠を総大将に岩村城を囲ませます。信玄を失い弱体化した武田は援軍を送れず、5ヶ月間の攻防戦の末岩村城は開城、虎茂は降伏します。その後、命は助けるとの前言を翻し、信長は虎茂たちを武士にあるまじき達刑、それも最も苦しいと言われる逆さ張り付けの刑に処しました。虎茂の享年は49歳と伝わります。高坂正信、この方春日虎綱が正しいとの説もありますが、高坂正信の方が通りが良いでしょう。美男の誉れ高く、信玄との主導関係も噂されます。伊沢の応百姓春日大隅の子として生まれ、幼名は春日源助。信玄に見出され牧野島城を本拠地にする国衆高坂氏の家督を継ぎました。16歳の時より近寿使い番を経て、天文21年1552年26歳で百鬼の侍大将、弘治2年1556年30歳で海津城の城将となります。海津城は越後の上杉謙信に対する要衝、信玄の信頼ぶりがうかがえます。将としては温順にして知略あると評され、敵国への深追いや一大決戦には見合わせや引き延ばし策を進言することが多く、この辺りが逃げ壇上のあだ名のゆえんでしょうか。ボロ勝ちした三方ヶ原の戦いでも家康を深追いするなと言上し、浜松からの引き上げではしんがりを務めました。武功よりは知略の将の面が強かったようです。対上杉の最前線基地海津城を守っていたため、他の戦いへの出陣は少なく、長篠の合戦にも嫡男高坂源五郎を派遣しています。その戦いで大敗した勝頼を新しい軍装を用意して出迎え、大敗の噂が広がらぬよう配慮します。天正6年1578年の上杉謙信の死後勃発したお盾の乱では、上杉景勝から和睦の仲介を求める書状を送られていますが、正信自身が同年6月14日に52歳で海津城で亡くなっているので、どこまで関与できたかは疑問です。穴山信忠、この方も穴山梅雪の方が通りが良いですね。母親は信玄の父武田信虎の娘で、武田信玄の姉にあたります。つまり信玄とはいとこ同士になり、さらに信玄の性質を母に持つ謙承院を妻に迎えと、武田家と関係の深い武田一門衆の筆頭格です。しかし武田家との信頼関係はまた別の話で、どうもこの人あまり信頼を得ていたとは言えません。最後も土民に襲われて惨殺されています。その性格ゆえにでしょうか、調略や外交方面で才能を発揮し、特に厄介な隣人今川氏との交渉で活躍します。信玄の後を継いだ勝頼との不仲がささやかれますが、それを決定づけたのが長篠の合戦です。この戦いは反対する重臣も多かったのですが、
信忠もその一人で、いざ合戦が始まっても味方不利と見るとさっさと自分の隊を引き上げてしまいます。紅葉軍艦にも穴山殿衆は競り合いなく引きのきと書かれています。戦場にとどまり果敢に戦い散っていった重臣もいる中、信忠の態度は反感を招きました。天正10年1582年、織田信長の甲州征伐で勝頼は自害、武田は滅びますが、勝ち目はないと見ていた信忠はすでに武田を見捨て信長と通じていました。この功により信忠は信長から甲斐河内領と駿河江尻領を安堵され、織田氏の国衆家康の与力となります。これが信忠の運命を決定づけました。同年5月、信忠は信長へお礼を申し上げるため家康の友をして上洛し、そのまま家康ともども堺の町衆に招かれ物見遊山の旅を楽しみます。そこへ起こったのが本能寺の変でした。織田家の武将として守られていた身分から一転、落ち武者狩りに追われることとなった信忠は、伊賀越えの途中宇治田原のあたりで家康と別行動を取り、土民に襲われ無残な最後を遂げました。一説では家康の身代わりとなったとのごくごく好意的な見方もありますが、どうでしょうか。ここまでで虎正、正影、虎茂、正信、信忠の5人が亡くなりました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。